まずはその身を隠す。その上で様々な防衛策を講じる。そうすればある日突然魔が月に襲われてもきっと私が犠牲になるだけで済むわ。どうしたの？決まってるじゃない。他の子は逃げおおせても私が逃げ切れる可能性は低いもの。そんなのちょっと考えればわかるわ。私だってそうなりたくはないけど。わかったわ。まずここが魔が月に襲われるとするわね。みんなめいめいに応戦するわ。腕の立つ御剣が揃っているでしょうしね。でも力を及ばずここを放棄するという判断が出るの。そう、そうなるのよ。この廊下とかもね、炎の海よ。でみんな指示通りに撤退戦に移行するんだけど、私は置いていかれるの。分かりきったことだわ。こんな弱い私を連れて行っても足手まといにしかならないもの。私だってそれくらい分かるわ。それにな、私を連れて逃げるくらいならまんじゅう持って逃げた方がよほどマシよ。嫌な予感がするわ。倒せる程度だったわ。